どうも、レディー役の堀江俊です。はい、どうも、ディアリア役の石川海人です。はい、問題文がね、非常にね、未熟です。ちょっと待って、答え分かってるんですけど。本当に分かってんのかよ。なんだっけ、なんだよ。半分ぐらいまで来てんのか。そうですね、全12回を予定しているので、まあ慣れたもんですわな。そうですか。いや、でも俺はだいぶね、堀江くんとのトーク慣れてきたよ。本当ですか。うん、嬉しい。すごい楽しい。なかなか言われない。なかなか言われないの。卑屈。嬉しい、やった。すごいね、脊髄反射で出てくる。なかなか言われないわ。もう、ね、結構なかなか聞けないよそれ。ガチなんだなっていう。いや、素晴らしい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。わけわかんないけど。はい、じゃあ今日の企画やっていきましょう。はい、何ですか。はい、こちらです。ルルルルン、ドラゴンご褒美クイズ勝負。ご褒美、いい響きですね。いいですね。タイトルそのまま、ご褒美をかけて勝負をせよ、勝者にはドラゴンのご褒美を贈呈という企画です。ドラゴンのご褒美。ほう。番組から、まあ、好きなものをの常識の範囲内で。あ、常識の範囲内か。うん、常識の範囲内で好きなものを、まあ、何でもご褒美として。いいんすか。いいですよと。できれば作品に絡めたものっていうところみたいですけど、あまり大きな声で言わない方がね、そこら辺はやっぱあの我々の株がかかってますから、自発的に作品と絡めた方がまあ株が上がる。あ、わかりました。あざとく、あざとく、あざとくやっていきましょう。ということで、シンプルに間取りや物件に関するクイズ。うわ、マジか。うん、不動産知識とかって思うとか、そういうことですもんね。そうだね。でも我々もさ、やっぱ同級生とか結婚して家庭とかを持ってさ、はい、で夢のマイホームだって言って、今からローンを組んで、そこでこう家庭を育んでいくみたいな年齢になってきてるわけじゃん。らしいですね、周りがね。本当にね。光と影ですよ。いやー、なんでだろうね。こんなにスポットライト浴びてるはずなのに全然影ない。いや、本当にめっちゃわかります、その感覚。まあ、皆さんのね、笑顔で、僕らはね、すごい幸せな生活をさせていただきます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。笑っていてください。笑ってやってください、こんな俺たちを。嘲笑になっちゃった。あ、はい、ということで、こちらでクイズやってまいりましょう。壁に接してないキッチンを何という。え、どういうこと。え、どういうこと。壁に接してないキッチンを何という。そもそも壁に接してないキッチンって存在するんですか。え、いや、あのね、物件内にある限り壁に接してない面はないはずなんですよ。だからこれ物件の外にあるってことなんですよね、この問題文だけで言うと。あー、なるほどなるほど。うん、だから、あとこれね、問題文がね、非常にね、未熟です。ちょっと待って、問題のあらをあらをついてらっしゃる。これはね、あの、おそらく僕答え分かってるんですけど、その答えと直結してしまうので、それを出すと問題文が。あ、そうなんだ。で、それを隠そうとしたがゆえに、この未熟な問題文になってしまったっていうふうに僕は勝手に思ってるんですけど。え、何、全然分かんない。え、何、バーベキュー。バーベキュー、バーベキューキッチン。そう、でも、そうだよね、そうなっちゃうよね。おうおう、僕答え分かってるんですけど。青空キッチンとかね。そういう感じになっちゃうよね。答え分かってるんですけど。本当に分かってんのかよ。じゃあ答えをね、お互いじゃあせーので言っていこうか。わかりました。いくよ。じゃあせーの、カウンターキッチン。なんす。なに。カウンターキッチンって。言ってない。勝ち組キッチン。勝ち組キッチン。あ、アイランドキッチンかもしんねえ。でも壁に接してないが分かんないんだよな。壁に接してないの定義が分かんなくて、これはどっちだ。アイランドキッチンじゃないかな。じゃあ堀江くんアイランドキッチンね。はい、俺カウンターキッチンでいくわ。はい、じゃあこれでいきましょう。はい、はい、どっちが答えでしょうか。あ、やったー。譲ったらこれだよ。いや、でもこれはね、カウンターキッチンではあると思いますよ。うん、だってカウンターも壁じゃないじゃないですか、あれって。要は仕切りがあるだけじゃないですか。アイランドキッチンも、その物によってはアイランドがあって、うん、そこを L 字でキッチン囲ってるじゃないですか。そういう意味では壁に接してるわけですよ。そうだ。非常にね、これはね、アラを探しやすい問題文ですね。これは両方正解でいいのでは。今プロに入ってもらいますよ。
やばいやばい、プロいる、おいプロいんぞ、ちょっと入ってくれ、やめろ、言いくるめらんないだろ、調べなくて俺の負けでいいよ俺の負けでいいって。壁についてないの定義が含まれないので、アイランドキッチンが絶対。完全に僕はもうボタ持ちです。ボタ持ち正解でした。いやもうふざけんなよ、譲ったらこれだよ。じゃあ次の問題いきましょうか。はい、はい、じゃあ次の問題こちらです。クローゼットと押し入れの違いは、うん、ええむず、クローゼットと押し入れの違い、これ正しく答えなきゃいけないでしょ。だからプロが、ああそういうこと、プロがこう今タブレットをこう調べ調べやってらっしゃるんで、きっとあそこにはもう無限大な情報が入っている、うん、恐ろしい、違いない、やばいね、いけそう、はい、マジかよ、はい、いけそうです。じゃあ答えようか、はい、じゃあいくよ、せーの、ハンガーラック、ハンガーラックかどうか、は何、あのなんか段になってるかどうか、段になってるかどうか、石川さんは、俺はハンガーラックがあるかどうか、洋服をかけられるかどうか。なるほど。そう、あのね、段があるクローゼットもあった気がすんのよ。はあ、マジっすか。で、段がない押し入れもあった気がすんのよ。ただそれが物入れってなってるような気もしてて。なるほど。え、めっちゃむずいぞこれ。むずいな。どっちも収納でいいだろ。確かに収納であることに間違いはない、うん、でウォークインクローゼットはだいたいハンガーラックっていうか、そうかけるとこあるもんね。あ、答えいきましょう。それでは答えこちらです。ででん、うおしゃー、マジで、あ、そうなんだ、へえ、段関係ないんだ、よかった、夜な夜な徹夜して間取りだけ見て何にもしなくてよかった。ハンガーラックか、ハンガーラックね、これ大事ですからね。確かにクローゼットというにはね、ハンガーラック必要は必要かもしれない、うん、僕家にあるんですよ、ハンガーラック付き の、 そのクローゼット的な、うん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 、なんかちょっとおどろおどろしくて、おどろおどろしいんだ、なんかそこのだけ材質、壁の材質とかがちょっとなんか、うん、あ、木材打ちっぱなしみたいな感じで、わかる、ちょっと怖くて開けられなくて、普通になんかタンス使ってるんですよ、うんうんうん、え、いや、それはもったいなくない、めっちゃもったいないことしてるんですけど、なんならさ、そこでさ、あの布団敷いて寝てみたら、あ、ドラム、友達になれるかもよ、友達いるんだ、もういるんすね、もう先住民の方が、客が、うわ、怖知りたくなかった、じゃあ次の問題いってみましょう、はい、こちら、次のうち実際にある建築用語はどれでしょう。 A. うどん構造、 B. きしめん構造、 C. ラーメン構造。むずい、どれもありそうだし、どれもなさそうですね。難しいのがうどんときしめんの違いが太さでしかないっていうところだよね。確かに、うん、ラーメンだけ麺の種類が違うっていうところだよね。確かに、どういうこと。ラーメンはないと思うんだけどな。いや、勘だな、なんかのね、なんかの略なんじゃないかな。なんかあいうえお作文的なさ。へえ、なるほど。き、きしむ、あ、これきしがついちゃってる。き、汚い、しめ、しんどい、めんどい、構造。マイナス。やばいな。いや、もう僕これ完全に噛んでいくしかないですね。もう、いや、そうだね。俺も、じゃあ行こうか。はい、せーの。ラーメン構造。べーって言っちゃった。きしめん構造です。はい、じゃあ答え見てみましょう。全然わかんない。こちら、ラーメン構造だ、ラーメン構造のラーメンとは、麺類でなく、ドイツ語で固く接合されたという意味のラーメンのこと。そうなんだ。逆にドイツのラーメンってなんて言うんだろう。えそこは関係ないんだよ、ね、そこは関係ない、ここ関係な、そこは関係ないし、もしかしたらパスタかもね。確かに、これは堀江くんが正解でございます。やった、明日打ちしちゃった、ごめんなさい、失礼しました。本音が出ちゃった。ごめんなさいね、失礼。あら、失礼。じゃあ次の問題いきましょう、はい、こちら。駅から徒歩10分ってどれくらいの距離？え、徒歩10分の距離じゃないの？徒歩10分の距離。でも実質15分ぐらいかかる距離ね。確かに。え、どういうこと？これ、なんか見たな、なんかで見たんだよな。駅から徒歩10分。時速何キロで歩いた距離みたいな。だからこれを何メートルで示すってことでしょ。あ、メートルで、うん、何10分？ 10 分でしょ。よし、だいたい、はい、いや、こんぐらいだといいな、はい、こんぐらいだといいな、僕も決めました。せーの、700メートル。
500と700ですね。いやー、俺ちょっと遠いか、ちょっと遠いかな。さあ、これどっちが正解でしょうか。こちら、うわー、近いぞ。721から 800m。 え、これはあれだよ、あれですよ、差分ですよね、差分ですよね、差分問題ですよね。いやー、そうなんだ。そうなんですよ、なんか見た覚えがあるんですよ。 700m 近くあって、これ結構ね、息上がるよみたいなね、ことをテレビでやってた覚えあるんですよね。へー、勉強になる、知らなかった。今後はだからこれぐらいで覚えておけば、その自分で新しい物件探すときも10分だとこんぐらいだっていうのを測れるからね。確かに。でこの間に何があるかっていうのも大体分かるようになるから、だいぶね、あの、分かりやすくなりますね。うん、めちゃめちゃ有益な問題ですね。確かに。ラハメン構造とか知ったことがっていう。確かに、使うことないですしね、日常で。全然役立たないからね。じゃあ2対2ですね、今のところ。お、互角に。2人ともご褒美ですか。え、終わり？お、うん、やった、やった、ありがとうございます。まだ今現状これです。あ、現状知ってます。ぬか喜びさせないでくださいよ。何なんですか。間取り図に書かれている PS とは。覚えてるよ、俺の頭。待って、本当に分からない。あ、うちの間取りを言うとちょっと家バレ怖いからこれ以上言わないけど。僕に家をください。かしこまりました。勇者対策用地下ダンジョンです。誰かいらっしゃれ。出会えますよ、いつか。レティさんだけの家に。ドラゴン家を買う。